K1M はウクライナの鉄道車両メーカーであるタトライゴールユークがウクライナ各地へ向けて展開している路面電車車両。車内の一部が低床構造となっている部分超低床電車である。2001年から製造が行われたタトラユーク製の路面電車車両 K1 をもとに開発が行われた車両。最大の特徴は車体中央部。 車内のうち35%が床上高さ 360mm の低床構造に改められていることで、これにより中央扉からステップを介することなく乗降が可能となっている。また安全性を確保するため、車内、車外に監視カメラが設置されている。それ以外の車体構造は K1 と共通であり、電気機器についても K1 と同様に、 ウクライナ各企業が製造した部品が用いられ、制御装置は電気子直波制御方式に対応している。これにより、他社が展開していた、超低小電車や部分超低小電車より安価での購入が可能となっているほか、連接車では輸送力が過剰となる路線にも適している。製造は2012年から行われ、2020年現在、ウクライナの3つの都市に導入されている。 ありがとうございます。